デアリングタクトを管理する杉山春樹調教師にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1ヶ月前に引き受けしまして、まず3周前は販路でセット、2周前にシュートコース断層、1周前に合わせるまでシュートコースで、今週と来週は販路、まあ、こういった調整過程ですね。そうですね、当該種に必要以上のプレッシャーを、馬にかけないように済むように2周前1周前と、シュートコース、しっかりやってますので、当該種の受け入れとしては、ちょうどいい感じだったと思います。そうですね、やはりこれだけの馬ですから、やはり競馬に向かって、調教を積んでいくごとに馬もレースが近いなっていうのはもちろん感じているでしょうし、それが馬体に現れてきたのかなというふうに思います。もちろん競馬に向けてやっていけてるということは、まあ、裏返せば足元に何のこだわらないということですので、足元について何のところ、何も気にするところはありません。とにかく馬体が充実していることですね、馬体の張り、血や、これは確実に今までで一番いいと胸を張っています。もともと戦力から使い出して桜花賞まで、3連勝したわけですので、戦力が忙しいとかっていうようなマイナス的なイメージは少なくともないですね。こちらもオークスであれだけの、窮屈な競馬したい勝ってますので、ジャパンカップは、皆さんご存知の通り、名馬相手に肉薄してます、肉薄してるわけですから、東京コースに関しても申し分ないと思います。これも桜花賞あれだけの馬場で、走ってますし、もともとこの馬そんなにしなやかな綺麗な飛びをするというよりは、若干回転の速いピッチなタイプですし、道悪になる分には、むしろ好都合じゃないかなと、さらに加えて言うと、やはり怪我明けですし、足元のことを考えても、パンパンのその高速馬場よりは、下がクッションの効いた、馬場の方が足元にも優しいんじゃないかなっていうふうに思っているので、総合的には雨が降るということに関してはプラスに捉えてます。そうですね、できたら極端な枠じゃない方が無難かなというふうには思ってたんですけども、枠なりの競馬を、ジョッキーも考えて乗るでしょうし、さらに、当日のその馬場傾向、これもかなり今回雨の影響残りそうですし、競馬の日に総合的にジョッキーが考えて、私も競馬の日にジョッキーと相談して、どういった競馬をするかっていうのは考えてきたと思ってます。単純な休み明けであれば、このおそらく苦には全くしないと思うんですけれど、何分やはりこれだけのちょっと怪我をしての、休み明けなので、それが正直その実戦でどうなるかっていうのはやってみないとわからないっていうのが本音としてはあるんですけれど、ただ中間の馬の雰囲気動き、見てる限り今までで本当に一番の、状態で迎えられるんじゃないかというふうに思ってますので、また強いレアリングタクトで、競馬で見せることができるように、競馬の日までスタッフ一同しっかりと調整していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございました。